3、4コーナーから1、2コーナーの方向にはためいています。出走16頭、ゲート入りが終わろうとしています。スタートしました。5番のレガーメペスカ、好スタートを切りました。やや離れた外から16番グランスピード、2年9ヶ月ぶり先頭の座を奪いに行くかどうか。間から10番ダンテバローズがこの争い3番手につけて、その後15番のレッドエランドール、さらに13番グーデンドラーク、前5頭です。このインコース3番フームスミュート好位に取り付いて、さらに内から1番マリアナトレンチ、1、2コーナー中間、前は5番レガーメペスカです。リード首ほど、やや頭を上げながら16番グランスピード並んでいきます。体半分差の3番手に15番レッドエランドール、インコース4番手10番のダンテバローズ、外から13番グーデンドラークで、後位のインコースに1番マリアナトレンチです。その後3番フームスムート、2番の青いイーグル、外からは14番のストライク。ここまで一つの大きな集団で3馬身後ろ、中段後ろのグループ、11番ブアーサ、その後6番ロッキーサンダー、外から4番サイモン・ザナドゥ、インコース9番ジャスパー・グレイト、その後8番アイファー・テイオー、あとは離れました12番ラフストリーム、7番名将小頭最高峰です。 1000m61 秒1のペース、3コーナー回ります。前は5番レガーベ・ペスカ、リード体半分、2番手16番グランスピード、その後1馬身差3番手15番のレッドエランドール、外に13番グーデンドラーク、14番ストライク動いていった。インコースからは1番マリアナトレンチ、3、4コーナー中間、後位後ろのグループに2番青いイーグルと並ぶ10番のダンテバローズです。4コーナーへ向かいます。5番レガーベペスカが後続を離しました。3馬身のリード、4コーナーから直線、13番グーデンドラーク、14番ストライク、内から1番マリアナトレンチ、この辺り2番手争い、外から10番ダンテバローズがこの争いに加わってくる。そのはるか前を5番レガーベペスカ短期先頭、各馬追ってきますが、14番ストライクと1番のマリアナトレンチ、この2頭2番手争い、ただ前が遠い。先頭は5番のレガーベペスカ、リードを大きく取った。2番手争いはストライクとマリアナトレンチの追い絡みに8番アイファーテイオー飛び込んでくる。5番レガーベペスカ先頭降臨。2着争いは内1番マリアナトレンチ、外14番ストライク、最後の最後アイファーテイオー給水ですが。